ラフィエスタサンロケ、ショッピングプラザの以降ラフィエスタサンロケ、ショッピングプラザは、かつて、アメリカ合衆国北マリアナ諸島サイパン島にあった、ショッピングセンター。1992年12月にオープンした施設で、ホテル日光サイパンの向かい側に位置し、南カリフォルニアをイメージして建てられた。各所に、噴水や植樹がなされ、トロピカルな雰囲気を醸し出していた。ロエベ、 クリスチャンディオール、スウォッチなどの有名ブランドの直営店が軒を連ね、その他アメリカ雑貨や民芸品の店もあった。飲食店も、和、洋、中、その他が一通り揃っていた。遊戯施設としては、ナムコ直営のゲームセンター、サイバーステーションがあり、同社開発のゲームが揃っていた。パウパウファミリーという公式マスコットキャラクターもおり、キャラクターグッズも売られていた。また、 島内各ホテルに泊まるシャトルバスも運行しており、利便性もあった。運賃は往復3ドルであった。しかし、景気低迷やリゾート目的の渡航先の多様化のためにサイパンへの渡航者が減ったことを受けて2005年に日本航空がサイパン便を運休し、これにより急激に収益が悪化し、翌2006年に閉鎖され、2019年現在も廃墟状態で放置されている。 ありがとうございます。